あれ、それ書いて。どういうこと？はい、出せます。野菜を生き生きしてますもんね。すげえ取ったよ。おかず力とは、そのおかずでどれだけのご飯を食べられるかを数値化したものである。はい、始まりました、おかず力チャンネル。 MVP おかず力調査隊、あなたです。お願いします。スポーツやってるデブ、動けるデブという言葉に逃げがち。どうも、おかず力調査隊隊長の岩門です。どうも、おかず力調査隊見習いのコウジです。お願いします。あ、ピースの AQ も皆さんおなじみのてかさ、僕2回目なんですけど感覚近くね。あんまないですよね、第1弾と第2弾が同じ人。同じ人何回かあって2回目みたいなのあるけど、こんなにこするっていう。まあ嬉しいけどね。おかず力というのは、そのおかずでどれだけのご飯を消費できたかを表す、おかずとしての性能を表す数値です。ご飯を 1g 消費できたら、おかず力は10として測定していきます。それでは今日食べていくおかずを紹介していきます。行けよ。行くぞ行くぞ、紹介して行くぞ。するぞするぞ。誰が紹介すると思いますか？おかず早く紹介して。早くおかずちょうだい。あるある言いたいみたいな感じで。ほらほらほら。おかず早く紹介して。どう紹介すると思いますか？どんどん減っていく。減っていくよ。横から来るのかな？上から来るのかな？じゃあ今回食べるおかず力調査の題材はこちらだ。ブワン！クックルーさんのホイップ。我が家の食卓に普通に出てます。僕は結構何か食べてるんで、うん、めちゃくちゃうまいんですよ。なんでもう早く食べたい。食べたいっす、ね。言葉はいらない。うん。何してる？いや、トイコロに顎乗っけてる。TikTok みたいなね。顎乗せみたいなね。そうそうそう。トイコロじゃ映えないですよ。じゃ今回はもうまた、うん、出そう。いやでもちょっと、はい、僕この間のコウジさんの会の時思ったんですけど、僕もちょっと出したいです。え、まだできないの？電気できません。俺卵欲しいんだけどさ、出していい？出す。出していい？出す。へっ。よっしゃー。おー、コウジさんはできますか？いや僕もね、できないのよ。できないですよね。そう、だからやっぱりできるようになりたいよね。なりたいんですよ、こうボンって。じゃあ教えましょうか。言ってみるもんや。お手手のシワとシワを合わせます。で、ここで、もう全てがここで回ってるんですよ。全てが回ってる。もう円の中心に自分がいるんですよ。円？円。ごめんなさい、ちょ全然言ってること。おお、分かってた。分かってた。え、そんな感じになるの？その地球をイメージしてもらって、はい、この手で、うん、ここが地球なんですよ。ここが地球と。はい、うん、もう、俺も地球、これも地球。まあ、全部地球。そう、地球の中に自分がいるわけですよ。それをちゃんとイメージして、うん、で、そこからこう生み出すんで、ホイコールを今回イメージして、うん、地球の中に自分がいるということを理解して、ドン、ドンですよ。いや、全然言ってること、分かってるやん。分かってる。分かってるやん。こいつめちゃくちゃ素質ある。もう、さすがやな。ちょっと危ない状態です。こうなんの？一回でこうなんの？ちょっと入り込みすぎてる可能性ある。あら、ちょっと帰ってきて。大丈夫か？もう出せます。出せます。じゃあ、出す。さっき、じゃあ出すか。出すか。出ましたよ。出ましたよ。やるな。だいたい最初はね、あの燃えかすみたいな。さすが。まあ見よう見まねでも、はい、ちょっと一緒に、ちょっと体調と一緒にやってみます。体調の念力もちょっともらいながら。ああ、じゃあ、うん、おお、出た。出た。やりますね。いけるもんだね。いけますよ。ね、めちゃくちゃ素質あります。かなり美味しそうですよ。見てください、この。うー、コーローですよ。あ、すごい近いね。ホイコーローの遠近法だね。ということで、味の素クックドゥさんのホイコーローいただいていきたいと思います。いただきまーす。これさ、今のやつちょっと 横、はい、横でやってもいいですか？これでしょ。遠近法をいただきますね。いや、横からだとただのプロレスラーそれ結構面白いです。あ、本当に？いや、結構好き。あ、分かんない、もうなんかこれやりすぎて、おかしくなって遠近法が面白いとされる世界に。ご飯も美味しそう、これ。くー、
すごい濃いね。濃いね。いただきます。いただきまーす。いや、ここまで来るのにすごい時間かかったから、うん、もう感動の息に達するぐらいうまい。うん、うまっ。うまい。で、ちょっと味がこの濃い味っていうのがもうご飯バクバク進むね。いやこれはやばいな。うまっ。ホイコーローの定番ね、このキャベツとピーマン、うん、この野菜、まあ、またうまいよ。なんかよくあの目玉焼き何かけるか論争みたいな、うんうんうん、下手したらこのホイコーローのタレが優勝する可能性ありますもん、ね、あー確かに。ソースかけるの好きとかいう人は多分その流れでホイコーローのタレの絶対好きなんで。目玉焼きって醤油普通ですね。違いますね。僕はね、塩コショウ派。あー、わかるでしょ。どうですか、アルテさん今。いや僕も、うん、もう作る段階から塩コショウかけます、うんうんうん、焼いている段階から、うん、いやあれでしょ、その白身が育っていく前から仕込むわけでしょ、はい、だからもう胡椒が、うん、目玉焼きが焼き上がる頃には、うん、胡椒も目玉焼きの一部として存在するんですよ、うん、焼き上がる過程でかけると かけるというよりも取り込んでる感じ。そうそうそう。あー、これこれ。しかもそれに追い塩コショウする人です。え、追いもすんの。します。そしたらもう全身狂気の目玉焼きが出来上がるんですよ。もう弱点ないんで、それにさらにかけると最後です。もう言葉嫌やもう。卵の暴力。僕たちはその浩司さんのこだわりからいろいろ推察するんですよ、うん、あ、コジさん塩コショウをかける派なの。ちょっと待ってください。今隊長ご飯食べながらグーってなってる。デブ度を一定以上極めたら食べてる端からお腹空いてる。これやっぱよくありがちなのがこう朝食でパンを食べる人が、うん、パンじゃこうなんかお腹にたまらないよみたいな話で、うん、僕らとかはパン食べたらよりお腹空くんですよ、食べる前に。ちょっとホイコロ食べたんで胃が完全に戦闘モードになった。そういう合図した。そういうことか。ちょっと合図出してくれんやから、ね、俺今いけるぜっていう。すごいな、さすがやな。僕たち、はい、実はですね、隊長がおしゃべりしてる間に、はい、いっぱいね、完食しました。嫌味っぽい。2杯目食べていきまーす、はい、これさ、上は素材の味みたいなのも結構あるじゃん。下行くとさ、このソースの強さもどんどん絡んでくるから。本当にそうなんですよ。どんどんご飯進むようになるんじゃない。後半尻上がりですよ、うん、だから尻上がりっぷりで言うと、うん、もうダルビッシュ選手ぐらい尻上がり。初回だけ心配なのは。いや、いいかそれは。ゲームのパワープロにもあの尻上がりってゴールがあるから。ソースと合うわ、ご飯と。いいっすね。うん、野菜が生き生きしてますもんね、うん、その表現いいな。すげえ太ってた今の表現。本当に生産者の人しか言わない。普通生で言っちゃってください、うん、みたいな。そん時ぐらい。とんかつとかやった。やってないっす。あ、やってないんだ。やってないですね。僕あんまり牛カツよりもやっぱ絶対とんかつの方が美味しいよねって思うけど。うん、そうな、そうね、はい、あのとんかつをこう噛んだ時にだんだんこう歯が通っていくじゃないですか、うん、あの時になんかこう今グーって。あかんわ。準備体操長くない。もうええ、本編入ろうよ。まだ準備体操してんの。このまま押し切ろうと思ったら、コウさんの目元がもう笑って、もうやめろと思って。じゃあ僕は3杯目に行きます。あんこ注射やっぱそんなでかくなるんじゃない。だからもう会社の印鑑ぐらいのサイズ。人生で数多の傷人って受けるじゃないですか。そのために治るのにハンコ注射だけこんなに残るってすごいですよね。だバチーンと押してるの奥まで、うん、ぶっ刺してもあんま痛くないよ。いやめっちゃ痛い。いや痛くないって覚えてないでしょ。覚えてんの。え、僕覚えてます。え、覚えてるの。覚えてますよ。なんで覚えてるの。撃たれてる時のことですか。うん、うん、何歳で撃った。学校の。え、小学校っすよ。ほんとちっちゃい時やね。2歳とか3歳じゃない、うん、嘘。そうそうそう、なんか再検査みたいな、なんかもう一回打ち直しみたいな人に俺入ってきた。今またこんな大人になっても残る傷やったハンコ注射ってちょっと嫌じゃない。このこう後を生かしたタトゥーを入れないと思う。もうあの3色にして信号機みたいなタトゥーにするから。縦に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 。いいじゃないですか。食べてる途中なんですから。怪物じゃん。あ、めっちゃおもろい。ここ最近ちょっとあんまりご飯が進まないものにも
チャレンジしてて、フライドポテトとか、ああそっか、普通に行ったら絶対食べへんもん、ね、一緒に。あと体調はあのお好み焼きとか。お好み焼き基本食べれないものなんですよね、普通の地方の人は。お好み焼きとご飯ってえ縦に言わないでしょ、そのタイミングで縦にこれさ、信号機みたいにしたらいいんじゃない、これ縦方向でさ縦にアグモンちゃんアグモンちゃんみんな、完食しました。はい、完食しました。はい、それではね、ホイコーロー食べてまいりました。すごくこの濃厚さとこのおかずたちのこのバランスの良さで、まだお腹の中に入ってるはずなのに、まだこの辺でまだ味わいが残ってる。あ、なるほどなるほど、うん、ってぐらいね、体調でいう思い出力的なものがすごく高いおかずだったなと思う。なんかあれだね、この濃厚さ的なもので考えた時に、昔こう君に読む物語っていう映画見た、あのなんかこの濃厚さというか、ほうこの熱いものを感じたよね。ほう、うん、一回忘れてくださいどっかで言おうと思って一回入れとかないと思って入れたら場所間違えました忘れてください。それでは今回もおかず力を発表してもらいましょう。よっしゃ、予備門お願いします。54g。 おお。長井大王子 487g。 ああ、岩門隊長、はい、元気です。 981g。 おお、元気。それでは今回のおかず力は3人の平均を取りまして 7400 です。まあ、これからもね、いろんな美味しいおかず、はい、食べていきたいなと思いますね。思います。こんなスパンで浩二さん出ると思わなかった、でもめちゃめちゃ面白いわって思ったあなたや、とは言いつつまたコラボしてほしいと思ったあなたや、2連続で浩二さんがゲストで来たけど俺は広瀬すずさんが出るまでおかず力チャンネル見るのやめないぜというあなたも、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、SNS のフォローよろしくお願いいたします。いたします。お願いします。あとぜひ工事の時間のチェックもよろしくお願いいたします。はい、はい、それではまだまだおかず力調査続いていきます。 See you プロレスラーで、あ、2つあるのか、そっかそっか、何やってんだろうな33になってる。はい、今回の髪型のテーマ、これはですね、あのロンギヌスの槍ですね。ヨメモンの生姜焼きでーす。はい、ヨメモンにすごい立って見てるんです。すごいですね。もういつにも増してね、あのヨメモンさんが僕たちを見ていた。俺らの一挙手一投足を逃さず見てるから。